第二次世界大戦が終わって、まあ、大東亜戦争が終わってその後世界っていうのは社会主義共産主義に一気にガーッと勢力が広がってでその後資本主義が、まあ、核というものを得てですね勢力を伸ばしていったと思うんですけどそこでこの共産主義の人たちはソ連が崩壊することによってさらにこのやり方ではうまくいかなくなったからっていうことで新しい方法開発をして、うん それが今正解を接見しつつあるということなんですか、うん。で、それはね、意識的にはソ連崩壊後なんですけども、はい、もうそれまでにもうあの六十年代ぐらいからもうずっとその特にマスメディアとか映画とか、はい、ドラマとか、<ん>あとはその教育現場に彼らは入っていたんです。はい、はい。だから五十年代まではね、男は男らしく、女は女らしくって言って、はいうん、で、男の子は きっと髪は短くしてみたいな、はい、それがスタンダードだったのが、はい、60年代に急に男子がこう挑発になるじゃないですかヒッピーとか言って、はいはい、でフリーセックスとか言いだして、はい、もうあれがその一つの最初の成果だったと僕は見てますからね。 じゃあもうそういう成果を得て積み重ねて今となっては相当先鋭化されて、洗練化されて気づかないというか本当に忍びっって入ってきて入きるってことですよね,であのね60年代にベトナム反戦運動とかヒッピー運動とかやってた人たちがもうアメリカ社会のもう中枢になっちゃったので、はいね、だからアメリカにおける例えば大学教授レベルがもうほとんどそうなってるんです。 ということは、アメリカにおける、この LGBT の問題で、うん、アメリカの,そのナショナリズムというか、うんうん、まあ、保守層ですね、うんうん、と、そのリベラルというか、グローバルというか、そちらの方が、まあ、半ば戦争状態みたいになってきているのだから、ね、あのね、アメリカはね、確かにねあの、ソビエト連邦に対して冷戦では勝ったじゃないですか。はい。実は内側で負けてるんです。ですね。そうなんです。これは結構恐ろしいですね。 うん。ソ連は負けたけれども、実は共産主義はアメリカで勝ってるんです。なるほど。うん。で、よ、わかりにくいのは、彼らは、アメリカ共産党としては動いてないんです。はい。はい。で、何やってるかっいうと、アメリカの民主党の中に潜り込んでるんです。そうですね。もはや民主党は完全にそうですよねそ。そう。もう完全にアメリカ民主党はね、その共産主義者に乗っ取られてます。そうですね。はい。 これ、すごく戦略の変換を、いつ、まあ、正確に言うと、どういうふうにしたのかっていうのは、うん、ちょっと存じ上げませんけれども、それはね、結構分かっていて、はい、やっぱりベトナム戦争です。ベトナム戦争。うん、もう外より内から崩す方がいいんだということに、完全に変えてますそのベトナム戦争でアメリカがね、まあ、あれが本当に馬鹿げた戦争で、ベトナム人の,その独立運動を、 共産主義の運動と見間違えて、はい、で、アホな戦争をやってですね、で、もう犠牲者増える一方で、で、アメリカ人の若者は、あんな馬鹿な戦争をさせる今の政府はおかしいって思ったんです、自然に。はい。そこに彼らが入ってくるんですよ。そうだろうって。なるほど。うん。そうだよねって。はい、ベトナムと連帯しようよ、ね。はい。だから、あの、差別された人たちと手を繋がうよってなってくるじゃないですか。はいうん、大成功を収める。大成功。 そしてそれはもちろん日本でも行われていて、えー、日本はずっとその受け皿は日本社会党だったんです、はい、ところが日本社会党がソ連崩壊と戸惑れしちゃったんですよねその後どうなったかというと今度は自民党に入ってきたそうですねはいもう今現在の自民党の動きを見れば明確に分かるわけですだから僕は日本の自民党っていうのはアメリカにおける民主党だと思ってますあもうそこまではい そここままでで入り込まれてるってことですね、はい、だからよくねあの、保守の皆さんがですね、いや、日本は共産党とかね、立民なんていうのは少数政党で政権取れないから大丈夫だと思ってる違うんですよ、自民党がもう内側から腐ってるんですよ、完全に。うん、そういうふうな戦略をもう取ってきてるということですよね、ててそれはでも、ほとんどの人が気づいてない事実ですそね。 まあどことなく自民党だったらまあ保守なんだから、うん、どっかでストッパーがかかって大丈夫だろう、うん、的なところがあるじゃないですか、うん、ではない、うん、多分自民党の中の本当の保守っていうのは2割ぐらいじゃないですか2割, 2> 2割そこまで追い込まれていると彼らはで結局昔と変わらず、うん、最終的には壊していくっていう概念ですかね。うんそう で、あの、多分ね、そういう自覚もないと思う。で、ただ、少数派の権利を守るのはいいことだと、思ってるんですよそ。それが何を起こすかということは、想定せずにやってるんですか、うん、利用されてんですよ。利用されてますね。そう。で、うん、あの、そこにね、そっち側に寄り添うと、野党の人も優しくしてくれるし、何よりも、マスメディアが大きく、 取り上げてくるんですよはい、うん、これは恐ろしい仕組みというか、うん、装置の開発が終わってますね終わってますねもうこれをお聞きするとすごく震えるようなお話なんですけれどもだから教育とマスメディアを抑えた方が勝つんですそうですねはいそれは彼らはいつ気づいたんですか やはりベトナム戦争の時六十60年代だと思いますねそれまでは全然違いますよね違いましたうんやり口が、うん、もっともっと力はもっとストレートうん、はい、そうそうそうだからあの日本でもねあのマッカーサーの時にゼネストをやろうとして失敗しますよね、はい、あの辺から変わったと思いますよなるほどはいこれはちょっとまあでも本当にそに少数の権利とかそういうふうな形でこう守るんだとか守られるんだとか 大きな勘違いをして、それが正しいんだと思ってそこに動く行っていくっていうことはものすごく大きなリスクですね。うんうん、で基本的にね、あの騙される人っていうのはねいい人なんですよ。いや本当にこれいい人ですよ。<う>だって<う>ねいじめられてる子を助けるって普通じゃないですか。うんうん、だからねあの自民党の中のねその LGBT 推進反応したし、まあ例えばあの稲田朋美先生とかねああいう方たちっていうのはあの多分いい人なんですよ。 でもやってること分かってないんですよね。そうな。<laughs> そうなの。そこが問題ですよ、ね。そうなの。うん、はい。うん。もうちょっとよくよく考えたら違うだろうって話じゃないですか。うん。しかし。そこまでうまく。自分たちの思想というものを。飲み込ませていくっていうか、うん、仕掛けていくっていうのは。うん、これ相当難しいですね。これは相当すごいですよ。うん。 これはすごいです、ね、だからそのカウンターをやるんだったら僕らもそれをやらないとそうですねそ<う>やはりその教育の部分とかをしっかりグリップしていかないと難しいということですよね教育とマスメディアですよね、うん、これはちなみに茂木先生いつお気づきになられたんですかあ僕もねここ10年くらいですかね、うん 相当に洗練されてますもんね、うん、で、そういった社会問題っていうのはやはり解決しなければならない問題ですから、うん、まあ当然皆さん前向きに考えますもん、ねうん、ますよね実際が、うん、そこに入り込まれるってかなりきついですね、うん、これ逆にですねそれが分かった上でまず我々として注意しなければならない ものの見方というか考え方っていうのはどういうことが挙げられますか、うん、社会をねまず彼らは分断します。で強者と弱者支配者と非支配者多数派と少数派うんそしてここにものすごい不正義があるからこれを正さなきゃいけないので国連とか国レベルでその弱者や少数派を守るような 立法化をすべきだとこう言ってきますこれ毎回そのパターンですうん、うん、そしてそ,そのじゃあ立法化は何やるかっていうと一つは差別を禁止しろと差別することを犯罪とみなせということとそれから少数派の権利を人々に広く啓蒙するために設備を作れと施設を箱物をな,、うん、なんとかセンターとか、はい、なんとか空間とか作れって言い出しますでそこに 国の予算がドーンと降ります。財務省ってあんだけ記事なのに、こういうことは一切不利なんですよね。うん、なぜか。うんね、本当になぜかですよね。財務省もうやれてるんでしょうね。そういうことですよね。で、それができると、えー、そこで働く人たちにお金が回るでしょ。あとは各地方実際にそういうことを義務付けるから、あと学校ね、学校で、じゃあその啓蒙活動をしましょうって言って、 で、講演会とか、勉強会とかをやるでしょそこに、今度は、専門家と称する人が呼ばれます。講師となって。で、高い講演料を取るんですよ。で、本も売れるんですよ。もうぐる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 お金が回るんです。はい。うん。だから、その、本当にこの社会をぶっ壊そうと思っている革新犯の人たちがいて、はい。それから、その周りにぶら下がることによって、これが手に入ると。うん。うん いうもう利権だけの人が周りにいると僕は見てます、はい、なるほどはいだから中華の人たちはこの社会を壊すことです壊したとて、うん、とて起ここるは <laughs> いや彼らから見ると、はい、あの規制の秩序を壊すことに意味があるんですまあそこがゴールなんですね、うん、そうなんですこの伝統社会みたいなものは悪なので彼らから見れば、はい、壊すことが革命の成就ですから、はい そこで本当の自由な社会が生まれると思ってるわけで、はい、彼らは。妄想ですけど、正直そう思わざるを得ないですが、うん、しかし非常に危険な思想ですね。何でもかんでも潰していくこと、分断を仕掛けてということですね。うんうん、で、これって実は身の回りにいっぱい起こってますよね。はい、やはりそれは一つ一つ、この視聴者の皆さんは 気づいていってほしいですし、うん、気づかなければならないってことですね、うん、で、さっきね LGBTQ ね。で、LGB はもう話したんですけども、はい、T はちょっと別枠だと思ってます、はい、で、これは心と体がずれてるっていうことで心は男なのに体は女性とか心は女なのに体は男とか、はい、まあこういうことですね、はい でこれはね近年までは精神障害と見なされて治療されてましたところがその精神医学会にもこういう動きが及んできて、うん、いやこれは病気じゃなくて個性だと、うん、認めてあげようということに今なっちゃったんですね、うんうん、それは医学的な観点から見たら、うん、結論というかですね、うんその 精神的な圧力ではなくて、うん、その純粋な医学として見たとき、うん、精神異常である可能性っていまだあるんですか、それともないんですかというのっありますよね、多分結論出て,る出てないような気がしますけど、今あのねこのね、精神異常と正常の境目っていうのはね、曖昧なんですよ、文化圏によっても違うし、だから例えばイスラム世界においては、今だって、 そそれれはは精神異常と見らされてますすよやはりそうです、ね、当然これはちょっと気をつけて言わなきゃいけないんですけども、はい、特にトランスジェンダーの方たちっていうのはものすごくつらいと思いますね,ね正直、うん、だって自分の体を愛さないんですからまあ違うものですから、ね、違うものでしょ、はいうん、そうすると心を押し殺して体に合わせるか逆に心に合わせて体を外科的に変える あるいはホルモン治療をするっていうことしかないじゃないですか。はい、ないですね。そうするとそこまで踏み込めなくて、うんと体と心が違ったまま生きている方もいっぱいいるし、そういうことまで踏み込んで無理やり一致させた人もいると思うので、はい、だからそのティールの中にもいろんな人がいるんですね。はいうん、で急になっちゃうと、もうその他何でもありなんで、うん、もうちょっとこれはもう言ってもしょうがないことなので。はいはいはい まあこれもですね、またあの例によって国連が動いてですねだからもう国連の中に入ってるんですよマーク義者が。そう、ねはい、そういうことですねであの、先住民の権利を守れとかですね、うん、でその LGBT の権利を守っていこうっていうことが、まあ、国連主導で動いていまして、はい、で例えば2008年に国連総会がこの LGBT 同性愛者の権利擁護に関する声明っていうのを出してます。はい でそれを受けてまた、えー、各国がこう立法化するってこうなってくるんですけれども、はい、ただね LGBT はまあ別に問題ないんですねうん、まあ、それフリーにすればいいんですけども、はい、ただその T に関しては、うん、トランスジェンーねトランスジェンタについては体と心は一致してないっていう時に「はい、体が男です心が女ですだから私は女です」 じゃ、その人は、女子だけが入れる場所に入っていいんですかと。うん、体は男のままなんです。はい。はい、という問題が起こるんですよね。これはかなり大きな問題ですね。これ大きな問題で。うん、その、心が、心に合わせるっていうのを、ジェンダーアイデンティティとって言います。ジェンダーっていうのは心の性別。うん。それが、 私なんだっていうんで、心の性別が私なんだっていうのを、ジェンダーアイデンティティって言って、これを日本語で、あの、性自認と訳します。自分を認める。うん。で、これをやるとですね、何が問題かというと、本当にトランスジェンダーで苦しんでる方なのか、実は、心も体も男で、女性が大好きで、 女性だけが入るところに入りたくてしょうがなくて、それで、私心女だから女なんですって言って入ってくる、性犯罪者をどう見分けるかってことです。ま正直申し上げて、見分けることは不可能ですから。そう。ということで、その人が男か女かっていうのは、 肉体的にはすぐ分かります。でもその人の心が、男か女かっていうのは、見ても分からないから、ねかね、本人が言う、それを信じるしかないじゃないですか。で、本人が嘘を言ったらどうするんですかっで。嘘は言いますのでね。ねだって入りたいんですから、はい、犯罪者というのは、基本的に何でもしますので、はい、確実に入り込みますね。はい、うん。で、これ、たちが悪いのは、はい 犯罪っていうのは起こったあとでしか対処ができないんですよね。そうなんですよ怒ってしまったら被害が出ているのでそれをどうするのかっていうじゃあそこを何かフォローすればいいのかってそういう次元じゃないんですよね実際にですね海外でねもうそういう事例が起こってるのでこれをちょっと皆さんねあの知ってほしいんですけれども例えばですね 2021年にアメリカのですね、バージニア州で起こった事件です。で、このバージニア州のね、高校ですね。高校の女子トイレで性暴行事件がありました。で、犯人の男子は女装して、それで僕は女ですって言って女子トイレに潜んでいて、 そこにやっってたた女子を襲ったんですそれでですねこれが当然大問題になってでお父さんが学校を訴えるということになりますよね。でこの犯人はどうなったかっていうと転校すするんですよ<う>転校してですねで他の学校に行った後で同じことをやりますんん、うん、んまた性犯罪をやります。はいはい でこれはあのバージナっていうところは民主党の州知事ででもあの学校ぐるみでこの犯人をかばってたんです、うん、でなぜかっていうとトランスジェンダーを差別するな、うん、いやちょっとっその被害者の女子はどうなんですか、うんね、権利っていうのは、うん、あくまでもね公共の福祉に反しない限りの権利なんですよで 自称女子の男子が女子トイレに潜んでるってことは、生徒の半分を占めてる女子の公共の権利、公共の福祉っていうのは、みんなの幸せって意味です。うん。多数の人の幸せ。ね。例えばですね、真夜中にみんなが寝てるときに、外であの大声で歌を歌うっていうのは、それは本人はね、 俺は外で歌う歌うの気持ちいいんだ。俺の権利だって言ってもみんな寝てるんだからうるせえんだからやめる。これが公共の福祉です。はいうん、そうするとねあのトランスジェンダーの方っていうのはごくごく少数じゃないですか。で学校の生徒の半分は男子か女子なんですよ。ね、でそのトランスジェンダー自称女子が女子トレに隠れてるってことはその多数派の女子のまさに公共の福祉に反するじゃないですか。はい、だからそのトランスジェンダー 生徒の権利は制限されて当然なんですよ。それで、この事件がですね、その民主党政権によって、うやめにされようとした時に、ちょうど選挙があって。うん。で、この事件で、これはおかしいって言ったね、共和党の候補が勝ってるんですね。なるほど。ヤンキーって候補がね。で、これが、あの、アメリカにおける事例です。あとはですね、2023年に、これはイギリス、イギリスのね、 え、女子刑務所ですね。そこで、自称女子の容疑者が逮捕されて、で、私女子だからって言って、女子刑務所に入れられて、その刑務所の中で、女性の受刑者二人に対して性暴行した。という事件が、イギリスでありました。はい。えー、ブライソンという自称女子です。はい。ということが、 もうたくさん起こっています、海外では。ですので、このやっぱりね、性自認について差別をしてはいけないっていう条項を入れると、性犯罪を助長します。おっしゃる通りだと思います。はい、ですので、各国は、例えばね、雇用機会とかで性差別、ジェンダー差別はダメですけれども、性自認まで認めるっていう法律を作った国はほとんどなくて、 オーストラリアとかカナダぐらいですね。残りの先進国は、その政治人差別については認めていないのです、ね。うん、で、日本におけるその LGBT 法っていうのは、立民が出した案は、政治人差別を許さないって書いてあったの。それで、自民党はですね、これに載せられて、 ただし、やっぱり、党内でものすごい反対が起こったので。そうですね。うん。だから、性自認っていう言葉をですね、性同一性って書いたの。の文言を。また得意のパターンですね。うん。うん、ただし、性自認も性同一性も、英語に訳すとですね、ジェンダーアイデンティティって一緒です。はい。同じ。だから、意味することは同じ、うん。あれ、意味する。うん、同じ。ってことは、これは、危険ですよね。 もう本当に非常に危険ですね。犯罪の温床になるのは目に見えてますから、はいその、いわゆる性犯罪っていうものは、極めて再犯性の高い犯罪であるということは、まあ、知ってる方はもちろん知ってると思うんですが、本当に極めて高いので、そういった方々が問題を起こす可能性がある場所を、やはり機械ですね、作ること自体はいけないですよね。 あの犯罪者にしちゃうので、多くの女性団体もですね、この LGBT 法案に関しては反対なんですよね。まあ、通常ですね、どちらかというと、あのそういった方々は、こういうその差別を受けている方の権利っていうのは認める傾向にあると思うんですが、はい、完全に反対の方が多いというのも、はい、やはり犯罪っていうものを 助長するるる恐恐れれがあととといいううここをてですよねはい、はいうん。で、そういうことが起こっちゃうとね、逆に LGBT って人たちはやばいよねって、逆に偏見が広まるじゃないですか、そうですね確実にそうなります。うんうん、だから、あの実は LGBT の権利を守ろうと頑張ってきた団体の人たちも、これに反対してるんですよ。そうですよね、うん、っていうあの、記者会見をやってますよ、ほとんど報道してないけども。 だって LGBT と性犯罪者と全然関係ないじゃないですか。そうなんですよ。だからそこをはっきり分けなきゃダメなんですよ。うん、で、繰り返しますけども、その犯罪者かどうかを見分けることはできないから、はい、だから心は見えないから体で分けるしかないんですよ。はい、うん。な<い>で、男の体を知ってる人は女子の場所に行ってはいけないっていうふうにするしかないんですよ、これは。 そうですねもう犯罪抑止の観点から言うと完全にそうです正確に分けれる手段とか術が生まれるならばですねうん、うん、また別だとは思いますがうん、うん、あだからね例えば精神科の先生の診断書この人は政治人はこっちですっていうのは診断書が出せるんであればそれを毎回見せるとかねいや ね、作ってきますのでね,だ,ねだからやはり難しいんですよね,すよね犯罪を犯す人の心理っていうのは <laughs> いわゆる上級一致した状態で犯罪っていうのは起こしていくわけですから、うんうん、それをこう正常な状態の人間が発想することは極めて難しいですので、うん、まあそういうことが起こらないそもそも枠組みの方が安全であるということですよねそれでねあと,あともう一個の問題点というのは、はい、これがまた例によってね 外からこういう法律を作れっていう力が働いてるんですよ、うん、明らかに。はい。はい、今回はそれが非常にはっきりしていて、ね、その外ってのは何かっていうと、アメリカの駐日大使なんですよ。ほうほう駐日大使。はい、ラーム・エマニュールって方です。で、この方は、 もちろん民主党でもともとオバマの側近だった人で、うん、で LGBT の急進派ですはあ<ー>、はい、なるほどそこに押し込まれているそ<う>ということですねでもうずっとねその日本における LGBT の活動家みたいな人たちと連携してきて何度も大使館に呼んでそれから野党の立民のあれともあってで自民党にも働きかけてずっとやってきて、うん、でね 安倍晋三さんはね、これを止めてたんですよ。なるほど。ずっと自民党内で。はい、これ絶対ダメだから。うん、うん。ところが安倍さんがいなくなってしまったああいう形で、うん、もう歯止めがなくなっちゃったんですよ。うん、で、まるでそのエマニュエル大使が自民党幹部に命令するがごとき。うんうん、もう彼公然とツイッターで出してますよ。 うん。早くやれやれって。LGBT 法やれって。うん、それで、あの、今回のね、広島サミットっていうのがあって、はい、まあ、岸田さんは故郷に二式を飾らなきゃいけないじゃないですか。はい。うん。で、バイデンがね、そもそも広島に来るのかどうかとか、はいはい、あの、喧嘩をするかどうかとか、はいろいろかなり揉めたでしょうね。彼は来たくないから。はい、で、多分その時に、じゃあバイデン広島に行かせるから、その代わりこれを通せって、多分、エマンデールは、 言ったと思いますよ。なるほど。うん。だから、岸田さんは舞い上がっちゃって、もう急げ急げって、あの人もともとこれに興味なかったんだから。あ、そうなんですね。そうですよ。なるほど、うん。で、その岸田さんのイエスマンみたいな自民党幹部、ついこの間まではね、安倍さんにくっついて、自民党内保守派って言っていた人たちが、全部寝返って、転んで。うんうん。萩生田政調会長とか。はい。 ささんんんととかか、ねね、もちろそれでこの自民党の部会でこれを通しちゃったんですよ LGBT 理解増進法案っていうのをでしかもですねあの自民党の部会っていうのはまず話し合ってでなんとかみんなが意見が一致するように全会一致に持っていくんだけども全会一致にならない時にはしょうがないから達成決ってやるんですけども で、今回は自民党の部会で確かね LGBT 法案に反対派が18人で賛成が10人だったんですよですから助け出やったら反対で潰れるじゃないですか、はいはい、ところがそれをですね助け出やらないでで部会に一任しますと強引ですね強引に通っちゃって部会をで反対派の議員の怒号が飛び交う中これ通っちゃってでその後 自民党の政策を決める政調会に移されてその政調会長の萩生田さんが通しちゃって総務会も通るからもうあとは国会に出ますよね、これ、うん、もう言葉を失いますよね。はいうん どこまで好き勝手にやられるんだっていう話になってきますからもう自民党はもうね終わりましたと僕は思います本当ですね、うん、もう現象面で、うん、もうこれ事実ですから、うん、あの言ってることって人ってまあ何でも言えますので分かりませんけれども、うん、行動面で見るとはっきりとあ思想が読み取れますんで仮にこれがですね国会で採決になった場合には自民党はですね 議員さんに対して、党議拘束かけます、で党はこれに賛成なんで、賛成票入れろって、茂木幹事長が言ってくる、はいうん、その時に、反対したら除名されるか、あるいは次の選挙で公認されないんです。はいはい、事実上のね、そう強制ですから。ということは、もはや自民党はですね党内における民主主義もないってことですよ。そうですね,ね 党のの幹部の独裁で決まるんだと、はい、その党の幹部っていうのは誰の意向で動いてるかというとこんなにも明快な話はないですね、うん、しかしそこまで何も隠さずに真正面から来る大使館も大使館ですけど僕は皮肉なことを言うと、はい、あのエマネル大使っていうのは素晴らしいと思っていて、うん、つまりその日本におけるその権力構造を明らかにしてくれた。 そうですね、うん、よくわかる今まではなかなか見えなかったものが、はっきりと見えてるってことです今までの歴代アメリカ大使はみんなお飾りで、うん、実際の命令がどこから来たか分からなかったですよ、はい、今回ははっきりわかります、ツイッターに書いてますから、まあ、みんな見てくださいって話ですね。日 <laughs> 日本本でで書いて日本で、うん、<laughs> そういう意味では、確かに日本の今、置かれている現状、現在地っていうのが、この LGBTQ を通じてはっきり見えるということですね。 まさに現在進行形で日本の立ち位置が全くわかるいい事例である、うんですね。いいサンプルですね。うじゃあ水さんこの LGBTQ 法案の行方についてあの注目しましょう。はい。いやモギ先生今回もありがとうございました。はい水さん。日本を取り戻す CGS のモギマコトでした。ありがとうございました。